sick. Didn't have work, so it really good. Yeah, it's fun. Next time I have work, and when Thursday hits, I won't be back to stream until Tuesday. So just wanted to tell y'all. Alright? That's my current schedule right now. So, So, what do I need to do?
俺に勝てるかな。バカな。ノキア、あの子さっきからすごく戸惑っているみたいだけど。あ、ゴールデンマニアックスっていうのは、あのゴルマーニっていうのは、それをうまいこと短くした省略形で。そうじゃなくて、この特訓のことだよ。説明したわよね。説明した。やだ、もう先に言ってよ。気に入ってば全然しゃべらないんだもん。実は君にバトルの腕を上げるための特訓に付き合ってほしかったんだ。強くなって悪いハッカーたちに立ち向かう。それだけじゃないわ。この特訓の狙いはただ単純に強く、デジモンとの絆を深め友情を確かめ合うためのもの。言うなればこれは温泉卓球、カラオケオール。時として面倒なこのイベントをこなせば、単純な強さを超えた真の、その力でハッカーにこき使われてるデジモンを助けて、エデンを人間とデジモンの理想。私たちリベリオンズはこれからラブラブデジモン絆大作戦の結果を、この超絶的にいい感じな志のために特訓に付き合う。出た。アッキーノさんの勢いとアクサによって形作られた津波のような勢いに翻弄されるのがだんだん楽しくなってくる。あ、あなたは。それが君の理想か。そしてこのハッカーたちが何しに来たの。ザクソンのリーダー自らリベリオンズを潰しに来たってわけ。君たちが僕らザクソンを脅かす存在なら、それも選択肢の一つになったかもしれない。その様子じゃ当分相手にする必要もなさそうだ。なんですって。私たちが全然まだまだだって言い、何よ、その上から目線。なんならやってみる。まあ確かにこの前はあのフェイってやつに手も足も出なかったけど。でもノキア、こいつ悪いハッカーじゃないんじゃないかな。なんだかそんな気がする。君のデジモンはよく喋るな。ユーゴ、あんたもハッカーチームのリーダーならみんなに伝えてよ。デジモンはただのプログラムじゃないって。僕が今ハッカーたちに伝えなきゃいけないのはまた別のことだ。ノキア、僕はできることなら君たちと戦いたく、僕のザクソンの邪魔をし、マジなだよユーゴ。あなた何か企んでるわねえ。ちょっと、
ハッカーの手で我々の理想郷を取り戻すんだ。我々ザクソンは今より聖地アンダーゼロの奪還を宣言する。志を同じくする者がいるならば目指せアンダーゼロを。あらあら、いい感じで動いてくれてるじゃない。あなたがいい具合に追い詰めてくれましたからね。あと彼らの達成感を満足させられるレベルにセキュリティのレベルを下げておきます。これでうまくゴールまでたどり着いてくれるはずです。さすがはアケミちゃん、サクシね。よかった、あの子のこと追い詰めすぎて逆に心が折れちゃったかもって心配してたの。彼らのような若者たちの情熱を刺激するには、権力からの圧力、家族の信頼、そして絶大発想、素晴らしいスパイスになる。若者は素晴らしい。鬱屈された社会からのフラストレーション、夢、希望、そこに絶望という圧力が加われば加わるほど、みずみずしい情熱へと昇華させることができるのです。眩しいですね。目がくらみますね。はあ、悪役っぽい雰囲気。私、アケミちゃんのそういうとこ好きよ。Oh, heck no. さてと、あとはあの子たちが思いっきり暴れてくれることを期待しましょう。私の手の上でね。ね、その特訓とやらも結局朝まで付き合ってたってわけか。お人よしにも程があるぜ、オタク。
あいつに付き合ってたら時間がいくらあっても足りねえ。振り回されて痛い目見るなんて俺なら5年だね。そのことで随分騒がしくしてるみてえだな、ハッカーの連中は。アラタ知ってたの？なんだか随分興味なさそうだけど。アンダーゼロってハッカーにとっては聖地なんでしょ？はあ？聖地だ？バカバカしい。あんなのは古臭いサーバの中にある古臭いエリアってだけだぜ。けど聖地を取り戻すだとかなんとか言ってみんな目の色変えてるじゃん。現に私たちリベリオンズの中にも特訓の成果を見せるとか言って参加しようとしている人もいるし。リーダーがリーダーだからな。単細胞な連中が集まってるんだろう。ポキねえ、私たちもアンダーゼロに挑んでみない？力試しっていうか、そこに山があるから登るっていうか。それにほら、せっかくテイマー集団を結成したけど、私たちの知名度はまだまだでしょ。ザクソンが目標にしてるアンダーゼロを私たちが突破したら、リベリオンズの知名度もうなぎ登り。そしたら私たちの主張も。やめとけ。あそこはオタクラみたいな素人が到達できるような場所じゃねえ。何よ、私たちだってとっくに特訓を重ねて。いいもん、私一人で行くもん。絶対放っておけよ。勝手に突っ走って痛い目見りゃ。うん、もうちくしょう。仕方ねえ、追いかけるぞ。アンダーゼロはヤバすぎる場所なんだ。また
あの時みたいになったら、とにかくノキアを追うんだ。俺はちょっくら仕込みをし、you
you
ですよ。案外大したことなかったな。
終わったか。お疲れさん。後悔するぜ。このまま突っ走れ。終わったか。お疲れさん。
後悔するぜ。Thank you.
この先がアンダーゼロみたいね。優子たちはきっともうたどり着いてるわ。急ぐわよ。嫌がったな、暴走女。まだこの程度でよかったぜ。あ、君、君たちも一緒に来てくれるのか。あんたたち、何よ、今さらどの面下げて。そうか、あれね、先に進ませて雑魚をやっつけさせて、後から悠々と美味しいとこ。なんて卑怯な、なんて卑劣な。そんなこと、一人で盛り上がってんじゃねえよ。俺はオタクをアンダーゼロに近づけ。うわぁ、そ、ジャジャエンの骨付き馬に。ジャジャエンの馬肉。選ばれたセレブしか食べることが許されない。うわ、食いたいか。食いたいよな。ちょろいな。これだから単細胞の集まりだって。さてと、ここまで来たからには行くしかねえよな。ついでにユーゴとザクソンの連中も止めてやるのさ。ノー、付き合ってくれるだろ。 We have to fight Yugo? Oh crap. I don't think I'm prepared, bro.
ここまでたどり着けたハッカーはこれだけか。思っていたより少ない。途中であの不細工の声がしましたわ。おせのきよ。さあ夕ご飯、これが最後のセキ。このセキュリティを破り、僕はエデンを信じた。夕ご飯ならきっとハッカーの。エデンのリーダーだ。誰か思ったら柔道の元リーダー。あったしかアンさんのチームは昔このアンダーゼロに挑んで、へえ、負け犬はおとなしゅう尻尾を巻いて。確かに俺たちは負けたさ。セキュリティを破った直後、俺たちは何が起きたかわからないまま、あれはあいつはセキュリティなんて名前、仲間の何人かはおかしくなる。無事だった仲間も圧倒的な力の差に自信を失って、俺は警告に来たんだ。
仲間を危険な目に遭わせたくねえ。その話が、君が僕たちの身を案じて。本当はノキアのアホを止めに来たけどよ、目の前でオタクらが。あい、それが本当だとしても僕にはやめられない理由が、たとえリスクが伴おうと。さあさあ、余計なおせっかい焼きの出番はこの。黙ってて悪かったな。こいつらは昔の俺の仲間。かつてアンダーゼロを破ったメンバーが今回だけ火星に集まってくれたのさ。元伝説のハッカーチームを倒して。もーった世のため、人のため、デジモンのため、のさばる、その名もリベリオンズ。元伝説のハッカーチームだとか、エデンの頂点とか、私がデジモンをこき使うハッカーども、デジモンたちはただのプログラムじゃない。だから今すぐデジモンを解放して。相変わらず空気を凍らせるのが得意なブサイクなんやわ。Oh, that Faye. Faye's the best character. Queen! Queen! Oh my god, wow! どうやら聞けない事情があるな。ほな、簡単な話やわ。仕方ねえ。付き合ってやるぜ。行くわよ。絶対に負けてなんかやる。いざ突撃。おう。Oh man, with Gamma, Ragamon, Stigma, oh my god, wow, this is cool. 俺が勝ったら、おとなしく言うことを聞く。いいさ、僕が負けると思う。思いのほか口の減らね。君の方こそ。さあ、行こうか。このまま突っ走れ。
Jack's good. なかなかやるみたいだ。お前もな。君のような旧タイプのハッカーには。ことデジモンに関しちゃ、リーククラスの専門持つべきものはってやつさ。それに何かとうるさいやつもいるしな。そんなこといくら説明されたかで、今日のユーゴこそわっちのすべて、それがわっちの命の使い方です。意外と一途なのね。性格はいけすかないのに、うっかりキュンとしそうになっちゃうじゃないの。彼女今一つ気づいたことがありますわ。Oh yeah, now I remember. I'm not going to say. Watch to answer. Hey, what? 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 What?
おしゃべりはしないや。言うてもこの前の時とそこまで変わってるとは思いません。一気に畳み込んだりしたかい。覚悟しいや。特訓して絆を深めて力をつけたもん。この前みたいに簡単にはいかないんだからね。せやったら暗示を楽しませておくれやす。ぶっ壊れておくんなまし。特訓や。これで終わり。マッハスティンガービクトリー。終わらない。私たちの温泉卓球は、カラオケオールは、ラブラブデジモン絆大作戦は、desktop audio. Alright, so you're not hearing the game right now because I'm playing something like that Nokia deserves to be played right now. I'm going to hear double audio, but it's still going to work. Alright.
Oh, wait, I just realized you guys won't hear it. Oh crap. Yeah, I know. Oh, wait. Alright, yeah, it's being picked up. Yeah, it's being picked up, so it works. No, it's, I think it's... Oh, wait. Oh.
That, this sequence to Killing Moon is amazing. All right. Okay, Nokia, you got your time in the sun. どうして邪魔をするの？私は父が残した夢の世界を守り。おいおい、なんだよ、急にめめしくなりやがって。はいはいはい、ご苦労様。あっ、よく頑張ったわね、お姉さん。あ、リエさん。あとはもう休んでてくれていいわよ。ここにみんなを連れてくるのが筋の気通り。ここにみんなを集め。おお、なんだこれ。手のひらで転がされていたとも知らず、こんなところまでもこの子と集まってくれて、あなたたちの見て軸で青くさーい精神。みんな無事か？私の声が。京子さん！無事繋がったようだな。しかし、どうやらそう長く。どうなってるんです？これって一体。何者かによって、そのエリアに高密度のデジタルウェブ。何者かって、なもん岸辺に決まってんだろ。打開策は至ってシンプルだ。イーターたちはデジタル。ならば、デジタルウェーブを流し込んでいる。そうすればイーターがこれ以上現れることはない。簡単に言ってくれるよな。流入口を探って。私そもそもこの状況がよく分かってないんですけど、どうなってんの？あー、ピーピーうるせえな。事情は後で説明してやる。君たちはそんな状況下にあってもいつもと変わらぬペースで行った。少し安心した。君たちならそのピンに切り抜けられるなら、特製物質を入れて持っている。必ず無事に帰ってください。特製ブレンドつったか。デジトウェーブの流入口。とりあえず今は一時停戦ね。あの穴さっさと塞いじゃおう。リエさん、なぜ今はそんなこと気にしてる場合じゃないでしょ。その通り。このままイーターが増えず。ガルル・グレイモン、何か手はない？ガルル・グレイ。メタル・ガルルモンとオー・グレイモンが合体したからガルル・グレイモンでしょ。それとも私はオメガモン、そう呼んでくれればいい。だあ、呼び名なんてそれこそ今どうだっていいだろう。イーターたちは高密度のデジタルウェーブによって操られている。流入口の他にデジタルウェーブを流し込んでいる接続ポイントがあるはずだ。それを探らなければ意味がない。あ、あそこ見て、上。よし、私が塞いでこよう。二人ともイーターから守ってやってくれ。ち、仕方ねえな。行くぜ。ち、厄介だな。おお。
That didn't heal anyone? この数はいや、動いちゃった。
Oh my gosh, you Udo reverse carded me? この装置のすごいところはね、自由に作成したアバターでエデンにログインできちゃうことだけじゃないの。人格そのものをクリエイトして、ユコちゃん気づいてた？あなたがユーゴとしてエデンにログインしているとき。違う、私は自分のユーコちゃんの意思？そんなものほとんどないわよ。そうじゃなきゃ、いくらあなたがお芝居が上手だとしても、あれだけのハッカーたちを騙せるわけないよ。ハッカーたちを騙す？つまりこの装置は電脳世界を通じて書き込むこともできるし、もちろん取り出すこと。それじゃあ始めましょうか。You go no.事態は急激に転、まあ何はともあれ、君のデジバイスのログデータからひとまず探偵事務所へ戻ってきなさい。うん、君が興奮状態にあるの。しかしこんな時こそ冷静であらねばな。うん、それでこそ私の助手だ。すごいこ、アルタ、わかんねえことだらけだけどよ。それでどうするの？もてあそばれて誇りを踏みにじられたんだ、アルタ。じゃあな、お前も早く帰る。私はオメガモン。ああ、そうそう、オメガモンだったね。君に話さなければいけない、私はオメガモンへと合体した。話さなければいけない、なんだかよくわからないけど大丈夫。ノキア、デジタルワールドだけではなく、君たちの住むこの、君たちを今まで以上の戦いに巻き込むことになる。当たり前じゃない。たとえ世界中が敵になったって、私のエロカワボディがえげ、このノキアの心が死なない限り。ノキア、ありがとう。やはり君はどこか懐かしい。よーし、行くぞ。Wait, is this the same Omnimon? Omnimon from previous Digimon games? Huh. アホ、そのユーゴ。うん。ユーゴハン、ご使用やから無事でおって。Dude. Oh, my mom's back, so I need to go help her. She bought some stuff. Okay, I'll leave on this. 遅かったじゃないか。テレビを見た前、アンダーゼロの事件についてやっている。All right, so I'm going.Thank you.
Such a blast with this game. Hodo では Eden 症候群がこぞってハッカーを批判する内容ばかりだ。あくまでも神代は被害者、そしてハッカーが加害者と岸辺はハッカーたちに罪をなすりつけ、今も神代岸辺はアンダーゼロに大量のデジタルウェイ、おそらくあれは実験だったのだよ。デジタルウェイ、今まで利用してきたハッカーの掃除もできて一石二鳥だ。それに関してはだが、おそらく岸辺の計画は佳境に近い。岸辺リエは本来作為的に操ることなどできないデジタルウェーブの流れを、パラダイスロスト計画もいつ発動してもおかしくない。そしてそれと並行して、この計画の真の目的も探らねばならない。パラダイスロスト計画の肝はデジタルウェーブをコントロールして得ることができる何かだ。最近迷いが事件が起こった地点と新たに手に入れたデジタルウェーブの流れのデータ、これらの情報を照らし合わせれば、最終的にデジタルウェーブが注がれる点を予測することができる。おそらくその点こそが計画の中心地だろう。これらの検証にはしばらく時間がかかる。悪いが、もう少し待っていてくれ。実はオメガモンが君と直接話したいんだ。あそこならあんまり目立たないで済むだろう。Paradise, such an apt chapter title. Holy crap, that was holy crap. Chapter title was amazing.Thank you.
let me skip the official start to chapter 9. I mean, chapter 11. Because, man, that was a good stream. So, that's the end of stream. Next time, we're going to do chapter 11. I had a fun time. It was a really fun time. I kind of want to do it right now, but I just like to do a shot of the promo thing. Like, I don't want to, like, just go out and start with it. Dashy medium well. All right.